テレビは今踏んん張りどころだと思ってるんですよきつい時にこそ人間は数字を言い訳にするんですよ数字取れないからやめとこうね危ないからやめとこうねこれって使えないよよねお化けっててのは存在してるんですよ必ずアナウンサーが入っている時に何でアナウンサーになったのか世の中で起きている死んだ話を伝えたい伝えるんだったら伝承バトルだって伝えられるんですよ伝えてなおそこで議論をして見せて考えるきっかけを作ってもらう アナウンサーの意気同運に言うあの紋切り型嫌いなんですよお詫びして訂正させていただきますどこもお詫びしてないですよ本気で謝ってないですよねジャニーズは吸い取れるのは分かったりけどもジャニーズ帝国がだからできないジャニーズ帝国を帝国たらし,しめてきたのはメディアだから反省だけじゃなくて検証まですればやっぱり僕はテレビがかなり生まれ変われるんじゃないかって 思わずこう乗って話してしまう聞き手とはどういう方なのか教えていただきたい聞き手になる時の一番大事なことはこの先5年10年のテレビ報道を考えると NHK 一,一強化してしまう可能性が高いんじゃないかという気がやっぱするんですよね。 えー、こんにちは、えー、集まれ経済の森のの時間です、えー、と今日のゲストはすごく超大物で<や>、まあ、もう画面映していただいた方が早いですね。いや死ぬ寸前と言わない大物とかレジェンドとか言われるのが一番難し難いですよ。うそうじゃないですよ。もう凋落傾向にありますから,、ね、何らすかそれでもこうぶどまりして頑張ろうと思ってるわけですよ。あまりこの事前にガチガチ打ち合わせするよりもまさにこう古さんのこうトークをもうライブでこう感じたいというのは私自身がありまして後藤さんのたたずまいが素晴らしいのは、えー、謙虚じゃないですか。 こうダークスーツに身を包んでネクタイをして今も肩をちょっと両肩を上げ気味にして、はいまあ、いろいろと古谷さんのフリーなスタンスのお話を聞かせていただけたらなって言いながら鋭いこと言うでしょ笑いいながら刺すみたいな ここが好きなんですよね新聞記者っていうのも大体こう,うまくいったり成功したりする人はどっちかっていうと政治経済に関しては不損ですよね記者も。うん、で番記者とか含めて気が付いたら政治家のやばいところやわらかい脇腹をしっかり掴んでるから、うん、そこでのし上がってってメディア王みたいになる人もいるわけじゃないですか。<laughs> 政治部の記者が全員 <laughs> 要するに本人見ないで、うん パソコン画面見てるわけですよ。うん、でこういう空間もそうだけど今時はリモートあり、うん、あおかしいですよ。僕はね本人がそこにいるのに画面を見てしまうとか肉声で質問しなきゃいけない局面で東京新聞のすごい女性記者もいるけれども、はい、ほとんどが定番の質問かあるいは質問しないで記事をまとめて、うんうん、同じような記事が出回るわけですよ。もうこれがね、ちょっと僕は、 人間の気配が失われていると思うんですよ、うん、テレビの報道にしても情報番組にしても,もう準備がものすごく丁寧にされていてもうこの数分間、この何分何十秒でこれを話してみたいなものが、うん、まあ事前に準備されすちゃってる気はするんです、ね、それが生感のない気配を感じさせない更新、うん、料が入ってない ツルンツルンの匂いいが消されたた料理みたいなんですよ、うん、結構最近ここ数年ってかた、まあ、く見られてた NHK も実験的な番組増やしてきてる印象もありますし NHK が民放化してます、うん、昔のえどんどん若い人にこびるがごとく若い人をターゲットにしてるっていう意味で変わったんですよ大きく、うん、で今テレビを支えてくれてるのはシニアですから、うん、お前シニアにもっとねこびろよと。うん でその上で若い世代を取るために変わっていかなきゃいけないっていうんで NHK が様変わりしているように民放ももっと変わっていってその一角に僕がさっき言った柔らかいニュース報道がなきゃいけないんじゃないのっていうでやっぱり今回のもうイスラエルとパレスチナの間でとんでもない血で血を洗うような悲惨な状況になっているこういうことを伝えてないですよテレビは、うん、中身もしかしたら若干間違いがあっても、うん、もう今日出さないとダメだって、うん、テレビは さっっき言った発行物まで言ったらかっこいいんだけども、はい、吟味してるうちにやる尺が少ないんですよ短いんですよで事実関係と事実の映像はいっぱいね、うん、CG なんかあるわけないからその映像の断片をウクライナもそうですけど見せる、うん、そこで止まってたら意味ないじゃないですか、うんですね、そこからどう咀嚼するかっていうきっかけを専門な方呼んでやんなきゃいけないし、うん、ウクライナもそうですよ送られてきた映像を中心にファクトだから、うん、事実だからってやるんですけど やっぱり、これはどう捉えたらいいの、うん、ロシアがこんなにミサイル飛ばしてますっていう一方でじわじわとウクライナが反転攻勢してるならそっちは映像なくても伝えるべきだし、うん、そこを恐れてファクトだけをファクト主義になりすぎると怖いからっつってわきしめちゃうんですよ。うん、これがテレビで満足でできなないニュースに今なってるもんかあの古達さんのお考えはすごいもう僕ももっとテレビマンですので。 なんかシンパシー感じるとこ多かったし、やっぱ数字に対する数着とか、とりあえず数字取りたいっていうのがなんかテレビマンっぽいとこあって、僕も数字大好きなんで、とても親近規迎えました。まあその中で、まあね、テレビやめるとね、じゃテレビでできなかったことをやりたいなと思って、それが何かを模索してるんですよね。っていうところで、やっぱりちょっと二つ感じるところがあったのは、僕も数字取りたい。見たいってことを伝えるのがテレビだろうと思うんですけど、まあ反面そこでちょっと歪みが二つ出てくるなと。で、一つはやっぱりイスラエルで一つジャニーズなんだろうなと思ってたんですよ。 で、イスラエルの方は、数字取りたい。知りたいものをされるテレビだっていうときに、まあ、一つテレビができなかったの一つで、数字取んない。イスラエルってやっぱりテレビでやっても絶対数字取んなかったんですよ。で、まあ、ここまで戦争になっちゃうと大きくてみんな一気に興味持つんですけど、じゃあここまでハマスとイスラエルの関係どうだったかとか、じゃあ建国から中東戦争に至る過程どうだったか。まあ、アメリカでやるけど、日本って数字一切取んないんで、まあ、中国のことやけど、イスラエルやってこなかったじゃないですか。ってなると、やっぱり今のこうイスラエル報道にこう、 理解にやっぱ深み出ないと思うんですよね。テレビでやってこなかった反省、数字取れないことからやっぱどうしても目を背けちゃうって一つあるな。ジャニーズは数字取るんだけどできないこともある。これもテレビの限界だと思ったんですよね。まあ僕も間近でこういろいろスクープ潰された現場とかこうニヤニヤしながら見てきましたけど、テレビ局の中にいたんで。まあ数字取るけどできないことと、数字、やんなきゃいけないんだけど数字取らないからやんなかったこと。その二つをどうやったらこうネットでうまくできるのかなっていうのが課題なんですね。ただ、数字取んなかったら俺らも商売になんないし、 えー、まあああるる程度の圧力いいろろと思うんですよね。だそれをどうネットっていう場でこう解決していくのかなら辺いうのが興味たんですけどネットはある程度そうやってねあのフットワークもいいしできるわけじゃないですか、うん、一人テレビ局なわけじゃないですかよく言われるようにね。うん、ネットっていうのは YouTube そうだしだからネット t v アベマはじめとしてね、うん、いろんなところニュースピックスとか時折番組も呼ばれたりして喜んでいくんですけどやっぱりフットワークいいなと思います。うん、ただ 質問からあえてずれちゃうんですけど高橋さん申し訳ないんだけどちょっとずらして僕はテレビが今踏ん張りどころだと思ってるんですよネットがここまですごくいいフットワークをよく見せたらこれはこれで何ら否定するもんじゃないしネットは伸びていくだろうと思うんですねでもネットは必ずどっかで反省しなきゃいけないことも出てきますよ問題点さっき言ったようにあるからテレビはテレビでかしこまってて脇を締めて小さく縮こまってる場合じゃなくてねさっきの数字で言うと 確かにね広告収入がガッとネットに取られて半減してるっていう中でテレビききつついいいいじゃなでですすすかきつい時ににこそ人間は数字を言い訳にするんですよ僕は「報道ステーション」やらせてもらってきてこれは僕じゃなくてスタッフのおかげなんですけど本当にスタッフのおかげだと思ってるのは数字と当時数字取れない中国とか北京から生中継もやらせてもらったし数字取れないイスラエルパレスチナ問題で行って。 向こうからあの例の難易の壁のねエルサレムの広場を見下ろせるあの石灰岩でできた建物の屋上から生中継やるんですよ東京や日本のニュースをエルサレムからお伝えしますとおかしなことやってるわけですよでそれやってる時にもあの難易の壁で経験なシオニストユダヤ人の人たちがこうやってね黒い帽子かぶって手を当ててここに神殿が、うん メシアが降臨して神殿を作ってくれるんだっていうのをやってる広場でずっと専門の学者の方と話してたら数字取れなくてもやろうってやってた時に黒いリュックがポコンって広場に置かれてた瞬間ピピピピピピピってホイッスルが鳴ってバーッと世界中から集まってきてるインバウンド観光客の人たちが散って整理されてイスラエルの軍隊の特殊部隊がガーッと30人以上入って50人ぐらい入ってきて黒ずくめで。 この黒いリュックをめぐってパーッと遠巻きに詰めていくんですよ。で、爆弾処理班が行って吟味するんですよ。その間、もう完全に日本からのニュースとか解説のさあ、イスラエル・パレスチナ情勢どうなるかっていうの全くけっぽって、ずっと実況中継ですよ。うんうん、黒いリュックをめぐって大変な事態が勃発しました。一っ子一人いなくなりました。雲の散らすとはこのことでしょうかと。ずっとやってた。そしたら最後、爆発物じゃないっていうのが分かって、ほっとした瞬間に、 大丈夫だよ、ピピーって。あれ、電色でわかりますね。緊急だからチれっていう、ピピーと、ピピーっつって、大丈夫だよって言ったら観光客が、潜んでいた観光客が、うわー失礼な言い方だけど、ゴキブリホイホイみたいな感じ。そこへ向かってグーっそこーって持ったね爆弾処理班が、特殊部隊が、投げキの壁の脇の方の普通の壁に、ひょいっとかけた。全く人騒がしだな。これ、しょっちゅう起きてるみたいですよ。 あの、置き忘れたりするので、何でもないものは一応、一応警戒しなきゃいけない。で、何事もなくまたさっきのことを消しゴムで消すように始まった。で、僕も普通に休憩やった。で、報道ステーションは数字取れなくても、スタッフや我々のご褒美とばかりに許されたわけです。で、それは高橋さんの質問にもう一回戻りかければ、やっぱり数あの、ある程度数字が担保されていて、ビジネスがちゃんと儲かって成立しているときにはそういうことできる。うん ね、遊ぼうっつって数字取れなくてもやろうトータルで数字が平均数字が取れてればいいかってできた今そんな時代じゃないっていうのはよくわかりますだから厳しいでも厳しい時こそ厳しいからこそ数字取れないからやめとこうね危ないからやめとこうねこれって使えないよねお化けっていうのは存在してるんですよ これって使えないよね、お化け。やめとこう。イスラエル、パレスチナもね、うん、ウクライナもね、断片的に伝える気はないんじゃないのっていうのは、自主規制とサボタージュといろんなものが含まっちゃって、うん、そして今時のせいにするから。うん、こういう苦しい時にも、数字取れなさそうだけど、僕はメディアの役割として、どうしてもテレビだけじゃなくてもそうだけど、うん、やっぱり伝える伝えるって言うじゃないですか。 で、テレビなんかも必ずアナウンサーが入っているときに何でアナウンサーになったのか。男女ともに、はい、世の中で起きている真羅万象を伝えたい。伝える、伝える、伝える。伝えるんだったら伝承場所だって伝えられるんですよ。ね、いろんなものを伝えますよ。だけど、人間が伝えるっていうのはさっき気配を伝えるって言ったことと、もう一つは伝えて、なおそこで議論をして見せて、議論をして見せてるその場を、空間を見せることで、考えるきっかけを作ってもらう。 自分の考えをまとめるきっかけをテレビで作ってもらう。そのためには朝まで生テレビみたいなものが少なくなるんです、うん、僕は関西でたまにそこまで一点い員会行っ,て,いい行って,て読売テレビには読売だからね、堂々とでやれちゃうのかなって思うんだけど、ものすごい議論するんですよ。討論するんですよ。めちゃめちゃ。あざといまでに。うん、でも東京はなぜか取んないで、北海道から九州、沖縄まで結構ネット行ってるんですよ。読売テレビ。でも東京はそういうのをお嫌いと見えて取らないんですよ。うん、だから昔はいっぱいありました。 外国人が、日本在住の在留外国人がガン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 外国人がここだ変だよ日本ってやってたじゃないですか。僕はもういろんな外国人だけの討論番組とか、もういろんな討論する空間を見せて、見てもらって伝えるだけじゃなくて、これをどう吟味して、あなたはどういう考えをまとめるきっかけを作るべきなの今やりますからって、これネットはやってるじゃないですか。でもネットはね、 エクセントリックにしゃべる人を使いすぎてると思うん、まあ俺もそのうちなのかな<エ> <laughs> 俺以外のエクセントリックなやつを使いすぎてると思再生数が如実に出ちゃうんでやっぱそこに取り憑かれちゃってるやっぱそうそこに取りつかれてるんでダ、うん、ーッと論破する人でワーッと時代遅れなことを俺みたいに語る人、うん、そういう人中心でまあまあまあ黙ってって,言っても黙らないですからね、うん、でそういうことをワーッとやってるんでそれはそれでテレビよりずっとありなんですけど、うん もっと淡々とデレデレして、数字が取れそうもないんですけど、この空間だけは確保しましたってって、この舞台裏も全部お見せして、一人でも多く見て、見てほしいんだと、数字取れないから。でもこれはテレビやいろんなメディアが怠けてきて、数字取れないからやめようっていう自分たちの勝手な都合を言ってたんだけど、数字取れないからやめようじゃないんですよ。数字をいつか取るために、 頑張って辛くてもやって、視聴習慣つけてもらって、考えるきっかけ作ってもらって、考える人が増えれば、うん、それはやがて視聴率に跳ね返ってくるんですよね、うん、数字に。うんうん、これ理想論だって言われるけど、僕はね、それを目指さなきゃいけない。こういう苦しい時だから余計に。だから、池上彰さんのところは、そうやってわかんないことの隙間を教えてくれるっていうことになって、うん、林修さんもそういうのやってるのかもしれないんだけど、そういう空間だけに押し込めないで、もっとオープンに深夜とかで。うんうん 深夜い大体討論番組やってますみたいなことになってくれないと、うん、本当に数字取れないの数字取れない地獄のサイクルの中にこう悪循環に回ってしまうしね、うん、それから一方ではやっぱりあの数字取れないことを理由にどんどん怠けて自主規制でちっちゃくちっちゃくなっちゃういつからテレビエリートになったんですかっていうテレ東なんかエリート感覚ないじゃないですか後発ででテレ朝も僕なんかもそうだったんです僕が入った時は12チャンネルって言ってあったけども 失礼な話ですよ、テレビ東京に。三強一弱万が一って言葉あったんですよ。民放でね。三つの強い局と一弱が NET テレビ、テレビ朝日ですよ。 僕は NET っていう日本エデュケーショナルテレビ日本教育テレビっていう大分社と朝日新聞と東映の資本3社相乗りのところのアナウンサー試験を受けて次の年の1977年の4月1日書類持ってアナウンサーだけど社員だから入社式に臨むことって歩いたら看板がテレビ朝日ってでっかいのが真、まあ、新しいのがついてたから U ターンしたんですからね、うん、NET テレビのアナウンサーになったと思ったら俺方向感覚悪いんで方向音痴なんでテレビ朝日っていうとこ入ってこうとしたから風情似てるんだけどアナウンサー試験 受けたとこと、看板が大きく変わってたから、間違えたと思っていこう。帰ろうかなと思ったぐらいの。社名変更だったんですよ。で、一着だったんですよ。で、テレ東は番外一って言われたんですよ。偏見もいいとこですよ。あの、こっちは遅れた。そちらも遅れた。だから、十チャンネル、十二チャンネル。で、地上波出てちゃと、やらなくてもいいようなものをやって、いろんな。政治が絡んで。で、そこで、チャンネルが変わったわけだけど。だからね、僕は。あの、本当に、今、苦しいし。 いくらでも理由はつくわけですよね。水取れないからやらない。イスラエルもやらない。それからジャニーズは水取れるの分かってるけども、ジャニーズ帝国がだからできない。うん、理由はいつでもいくらでもつくんだけど、今その反動が来て、ジャニーズ祭りやってるじゃないですか。うん、あの記者会見をめぐって NG、NG 記者とイエス記者、うんうん、もうずーっとやってるじゃないですか。あれなんか一言で言えますよね。 昔の大手銀行をはじめとしたシャンシャン株主総会のありようですよね。会社側についてる総会屋と、それから会社側についてない、本当に意義ありつって暴れようとする一口株主の総会屋。これが共存して、なんとかうまくシャンシャン株主総会に持っていこうっていうありようを帝国の名残でジャニーズがやってしまったっていう。これはとんでもないと思いますよ。だけど、やっぱり、ジャニーズ帝国を帝国たらし,しめてきたのはメディアだから、テレビだから。 でテレビと資本の持ち合いをやってる新聞も気遣ってきたわけだからやっぱりテレビは反省ばっっかり言っている場合じゃないですよねやっぱり BPO でしっかりと検証して BPO は何のために作ったんだってことを考えて自分たちの中で事情作用を持って処理するという大義のもとに BPO といううるさい弁護士さんたちの集まりを作ったんだからテレビ側が。ここは BPO にかけて テレビがこういうところがありました、ジャニーズ担当が楽曲送りましたっていう検証もやってみせたら、テレビはなかなか頑張ってるじゃないかと。もう昔から言われました。テレビとか新聞も大手新聞もそうですけど、追求することは得意なんですよ。追求されるの苦手なんですよ。僕も本数やっててそう思いました。だからやっぱりそこはまずいところなんで、うん、反省だけじゃなくて検証まですれば、やっぱり僕はテレビがかなり生まれ変われるんじゃないかって、まああ古いと言われるかもしれないけど期待してます。 だからもういろろなこと言ってね、あの、ちょっときついことになるかもしれないけど、言っていかないと。で、どんどん放送とか配信とかいちいち区分けしないようになんなきゃいけないと思うし、うん、後藤さんは電波の自由化とかどんなふうに思われる うもう時代の必然になっていくと思いますかう、まあ、そうですすねなっていいくと思いますし、ねまあまあ、そもそももう,そのうんだいぶいろいろ融合が進んできてますよねコンテンツの作り方に関してもそうなんですし視聴者に関してもなんかテレビを見るか YouTube を見るかというよりも,もうすごく相対的な、まあ、TVer とかも含めてテレビもインターネット的な見方も膨らん v i v ビバン放送でおものすごいお金かけてやった瞬間にサブスクで見られるっていうも、ね、う区わけないんですよね。だからまあ本当にその どちらかというとテレビ局の人たちってまだテレビの意識が残ってる人が多いと思うんですけども、まあ、そこがどう変わっていくかっていうところの方が大事なそうだからテレビ、ね、ネット TVSNS、うんえー、っていうふうに分けないぐらい融合しながら、はい、かつてのテレビは姿形変えながら、うん、裏取りメディアとしてこんなにええと形を変えてやってるんだって僕はそこをなんか「IHAVE ADREAM、うん」じゃないけど生意気だけど、うん、夢見るんですよね。あ 同じ食卓を囲んでるいや、うん、結構だからその点で言うとそのテレビ局のニュース番組とか ABEMA みたいなネットメディアとかこういうリハックみたいなものもありますけどそれこそ古舘さんとか、まあ、堀エモ門さんなんかもそうですけど一人でもうメディア持って話しちゃってるこれもある意味ジャーナリストなんですよね抗議の報道っていうのがすごく多様化してきていると思うので、まあ、その中で。 うん、テレビはどうあるべきかって考えなきゃいけないかもしれないですけど伝え方がどうなのかとか、えー、必要とされているこう情報発信の仕方って何かっていうのをしらちで考えるというかあの今のテレビをどう変えなきゃいけないかっていうよりももっとフラットに見ていかなきゃいけない時代になってきてるようには思います。いやー、ね、僕はこんなに言葉を つなぎ合わせてて喋っっ一言でひっくり返されました<笑><笑>要するにこうなるべきだこうテレビも頑張れという古く言ってたら、うん、いやそういう以前にね、はい、そういう以前にもう融合し始めてるし、うん、どんどんそうなっていくんでテレビは各あれとか、はい、YouTube はこうあれとかそういうことじゃないってことですね。 うん、いやいやもう今聞いて僕は目から鱗ですねやっぱり来てよかった <laughs> んこんだけ喋ったのは何だったんですか<笑><笑>ひっくり返される。これが気持ちいいんですよ後藤さん,すませんでねあの後藤さんの場合、はい、気持ちよく受け身取れなくて脳震盪起こすんですよ僕、はい、僕が YouTube 来てくれた時もそうなんですよ <laughs>、はいはい、やっぱり嫌な人だと「俺が喋ってること否定したんかと」と古きを尋ねて新しきを知るんだとかヘリクス言いたくなるんだけど、うん、後藤さん,ん」というよりもね で優しく優しく <laughs> 毒入り小籠包みたいに <laughs> 優しく優しく白い皮でくるんでくれてもうそういう以前にもう融合しつつありますからねって言われるとあそうだそういう中でどう磨いていくか本物は残っていくんだっていう風に自分の古いのを切り替えなきゃなって今思いましたさっきの質問でもうちょっと突っ込んでおきたいこととかもしあれば。 1>, 1個目のやつは、僕も確かにネットとテレビどちらがやってもいいと思うんですよね。イスラエルの数字取らなくてもやらなきゃいけないなって本当その通りだと思ってまして。で、なんかやっぱ実際、テレビの今の時期、まあ、ハセンさんっていうピボットいった TBS の n e ース2 3のアナウンサーいるんですけど、まあ彼も多分同じような理由でやめたと思うんですよね。これはまあ自分がメディアで言ってるんでいいんだと思うんですけど、まあ中世でちょっとできないことがいっぱいあったみたいなこと言ってたんですよ。で、僕なんか数字取らないことやった方がいいんだろうなと思うんですけど、具体的にやっぱどうやったらできるんですかね。なかなか、 こうってやっぱり数字取ってたからできたんだと思うんですよね、まあ、めちゃくちゃ数字取ってましたからで、まあ、確かにそ強い個人か強い番組があるとできると思うんですよね余力があるのでただ結構こうのやっぱりネットからのやり口で融合してるんだったらこそテレビもそれをやらざるを得ないってなった時にできるのかなって今後藤さんのさっきの意見も聞いて高橋さんの今の話も聞いてちょっと思いましただから あの確かにいい時だから放送で,できたんだってあるけど私から言わせればいい時のあの視聴率の陰に俺が古田知個人がどれだけ罵倒されてやってた <laughs> 結構罵倒あられたんですかもう毎日何百本も罵倒されるんですからまだ電話ですよまだ電話が多かった時代ですよ僕が至らなかったのは本当に学生アルバイトで視聴者センターで古田知バカ野郎死ねっていう もう、異常な誹謗中傷の電話を受けてたバイトの人に、菓子折りでも持ってごめんね、本当に迷惑かけてって行くべきだった。ただ、毎日毎日300本の抗議電話と向き合って、これが仕事なんだと。これ、あの、汚い表現になりますけれども、昔は、あの、もっと街が汚かった時代、駅構内も汚かった時代、必ず柱の陰に短壺ってあったじゃないですか。ペッって、唾吐いたりするとこ。ああいう、 のが仕事だと思いましたからね。だって言ってないこと言ったって言われるんですよ。バカ野郎死ねって言われるんですよ。出身大学も誹謗中傷されるんですよ。ジャーナリストでもないくせにあんな大学出てとか言われて大きなお世話じゃないですか。ね何を言ってんだお前はって。もうそういう嵐の中でやってたわけですよ。やられんのが仕事だっていう。むしろそれをやりがいと思ってやってた、うん、まあそれはちょっとよく。そのス,<え>ストレスに対する体制は古田さん強かったんですいやだから ちょっとね、あの、遠くにキラキラしたものが見える状態まで、自分の脳内麻薬を発動させまして、言ってないこと言ったとか、バカ野郎、この野郎、古立ちしねえで、嫌になるんですけど、それだけ毎日毎日、一人組織票のように言ってくる人は,は結構俺のファンだってのはちょっと分かる瞬間ですよ。でも、俺に言うだけ言ってね、あ今もう向こうから3列目の、 あの妙齢のお嬢様がですねすごくうなずいてくれてるってことは違いますかそれは私ですみたいないやほんとすごいんですよそれででもそうやってギャーギャー言ってストレスをいっとき発散したふりして布団かぶって寝て朝早い仕事で僕行ってるんだと思うんですよ。いろんなね こう気持ちが渦巻いてるんですよ人間はニュースを見るとき一人の人間がバラエティ見て楽しんでるときと別人ですから、うん、ニュース見て違う意見やがったなこのキャスターバーがやろうってのって違いますからもう目線が違って人が変わってるわけだから結構俺のこと注目してくれてる人だファンというのが語弊があるなら、うん、で一方「古舘さんよかったですよ」って時折お褒めの言葉にうわーって飛びつくんだけどそういうふうに言ってる人のことを次見ないなと。 僕はその人間の裏腹さとかずるさとか、ドロドロ加減を勉強したんで、うん、そこが勉強になってるから支えでした。むしろ。で、僕はほっとくとこうやって喋っちゃうんで、具にもつかないことベラ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 ,ベラ喋るんで、喋っちゃいけないんですよ。だから必ず本番30分前に全部300本読むんです。40分前か30分前ぐらいに。で、全部読むと必ず悩まして、体内の免疫機能も低下するんですよ。本当に。で、元気なくなって、 本番になってポンとカメラにタリー球が赤いランプがついたこんばんは9時54分になりました歩道ステーションですっつってすごく元気なくやるぐらいがちょうどいいって言われましたベラベラ喋らないでちょうどいいわってニュース番組だとお前のトークショーじゃねえんだ馬鹿野郎ってみんなに怒られてます。だからいつもいつも落ち込んでやってたんですよ毎日すごくいい時代ですでもう一回戻りますけど苦しいいい時だからできたっていうのはわかりますそのストーリーは言ってることは正しいですだけど 辛いい時もやろうううよっていうのがないとダメだとだ思うんですよ。辛くてもやろうよってだって見てくれてるお客さんがそういうもしかしたら「タイルの明治は知りたいのに、うんね、桑田佳祐のあのねリレー「森の歌」じゃないけど知りたいのにとかいうのをねもっと早く知っときゃよかったっていうね懺悔の詩が出てくるけど神宮の森に関して。やっぱり そこの隙間をね狙って皆さん聞いてくださいよってもう気配丸出しで人間がやればテレビであろうがネットであろうが俺は望みは捨て,捨てらんないんですよでスポンサーもこんなこんだけでこの予算なんでもちろんホリゾントでやりますともちろん街角でやりますともう極論するとトイレでやりますとでもう本当に金ないんですよで YouTube メソッドで YouTube メソッドでテレビの地上波の生を 4人だけでこんなとこでちまちま生配信してますあえて放送を使わないでね。っていうようなことも可能じゃないかなテレビの YouTube か、YouTube のテレビの裏取りかみたいなことがうまく進んでってさっきおっしゃるように包括するように後藤さんがいやふっと鳥の目で見たらテレビラジオっていうのはよーく見るとかつてのテレビかつての YouTube って言ってますけど。 今一緒じゃないですかっていうのが理想かなっていう、うん、まあ綺麗い事だって高橋さんは思うかもしれないけどいやいや僕は何かそれやっていかないなとやっていかなきゃいけないなと思いますよねそれのあの手口はさっき高橋さんと初めてお会いしていやジャーナリスティックな目線があったからってあの前の前の作りの突然終わっちゃったあの集団自決問題をきっかけにして僕はそれが原因じゃないと思ってますけど終わった時に悔しかったはずなんですね高橋さんであのイメージがあったからリック以上にだから言 言いましたね、僕ジャーナリストじゃないですよ僕はバラエティやりたくて入ったんですかテレビ局僕,僕あれがヒントだと思うんですよさっきの井上久さんとおんなじでバラエティの感覚でニュースを作る、うん、ニュースの感覚でバラエティをある種の知りやすさとジャーナリスティックなブラックな目線で時事問題を取り入れてバラエティを作ってみるっていうことの融合が、うん、このフュージョンがものすごい大事なんだと思うんですよ。うんうん やっぱ、どの局も縦割りが強いでですすからね。そうなんですよ。うん、だからもうテレビ同士で垣根越えとか昔言ったんですよはい、はい、例えば局アナ時代に TBS の番組に呼ばれると社外業務届を出して受理されて垣根越えで隣の局出るみたいなのがあったわけですよ、うん、で今も垣根越えなんて言葉もなくなって NHK のアナウンサーの生放送の番組に各局民放のアナウンサーが代表で出るとかそういうことを平気でまたぐ時代になったんで。 なん YouTube とテレビがコラボするとか、うん、テレビ局同士がコラボする一部 NHK と日テレやったりしたことあるんですけど、うん、でもなんかね霞ヶ関の官僚じゃあるまいし役所じゃあるまいし縦割りまだあるんですよおっしゃるようにここを高橋さんなんかは払わなきゃだめなんじゃないですかちょっとテレビ局お声かかること待ってますけどねだからあのー、佐久間さんなんかと組みながらうまくこうでもあれですよねお二人、うん、と後藤さん23出てますよね今ね。 なんかみんな大きく作り変えようとは頑張ってますよね。なんか雰囲気としてね。ああ、じゃあ。あ,<ー>あ、後藤さん、ツースリー出てるんですかリーなんかリーって今金曜日だけは、先ほど古田さんおっしゃってたもうカチカチニュース、ストレートニュースじゃなくて、いやいやや,や、ふわっとした感じのあの、ちょっと議論するみたいな作りそうですね。なんかうで今な,な,なんか指揮者が出て議論するみたいな。うんうん、特集みたいなの割としっかりとか、いいね、小川さんに仕切っていただいた ああとそういうの大事だと思う金曜日だけ時間をちょっとずらしたりしていてその軽めの感じでゆるい感じでという意識があるみたいですね、うん、あれが、まあ、うまく回っているのかまですけれども、うん、いやでもそういうことはやっぱり 2,「ツースリー」「解放区とは言いません「サンデーモーニング」とは言いませんけど、うん、やっぱり報道の TBS から始まったアーカイブ伝統があると、うん、見えない資産があるんですよお金という意味じゃなくて、うん、見えない資産があるから。 サンデーモーニングも関口浩さんの目の黒いうちはやってるじゃないですかリベラル系で僕はリベラルだけが素晴らしいって言うわけじゃないもう今や左も右も座標軸なんかないんだから、うん、そうじゃなくてある種厳しめに言うコメンテーターが集まってる「サンデーモーニング」があったり金曜日議論を始めた2「ツースリー」であったり土曜の夕方に夕方とはいえ報道特集をやってるっていうねやっぱりそういうのっていうのは統一教会でもジャニーズでもちゃんと宣伝をつけてくるじゃないですか。 これがね、僕は TBS やっぱり立派だなと思います。うん、もう本当に、ただサンデーモーニングは、もう指揮者の人たちすごいんだけど、あのー、だから、司会者も喋るサンデーモーニングみたいなのがもっと増えてきてほしいですね。関口、うん、さん、うんうん。何にしろすっ <laughs> <laughs> ごくしたのそうっ,かうまいっす。<laughs> 昔テレ朝で高原さんやつやつ、司会者も喋ってましたね。高原さんやつやつっけ、朝、テレ朝で。 あ、さサンデープロジェクトサンデあ,かあれもそんな感じでしたよねああいうのが増えてほしいな関口さんだいぶ年なんで学校の大先輩で好きなんですけど、うん、あのため息でしかやってますから <laughs> <laughs> あの人にしかできない芸ですうんまあそうそうかな で一言言言葉風を読むって言っていやなんかでもその「ニュース s 2 3とか「報道ステーション」って私それこそ小学生の頃からよく見てきた番組なので古舘さんおっしゃるようにそのテレビとしていい番組いい報道番組になってほしいとも思うんですけど同時に現実的なところで言うとこの先5年10年のテレビ報道を考えると NHK 一強か ししてしまうう可能性がが高いいいんんじゃないかという気がするやっ、ね、あ,あのどれだけやっぱ志あ合っても例えば記者の数がものすごく減ってるとそんなにやっぱり立派なものに時間を注げなくなってきたりしますしやっぱどうしてもすすすればるるってあると思うんですよでその点 NHK やっぱりあの受信料の収入があるので圧倒的なお金もあり圧倒的な人もいるので格差がどんどん開いていっちゃうんじゃないかなで特に報道でテレビで報道を見ようと思ったらもう NHK でいいじゃんっていう風に 今、徐々になりつつあるというか、まあ、今でも報道セッションもちろん強いですけど徐々になってきていて10年後かなり拍車かかってるんじゃないのかなというのが、うん、希望はしないですけど起こりうる可能性とテレビ局っていう外形的に見えるところがニュース報道ができなくなって、はい、そういう形になって NHK 一強で、うん、あとそれ以外はネットを中心にって言われちゃうと、はい、本当にそうなんだろうな俺が言ってることはこっぱみじんだなっていうふうに正直思うんです。 だけどそれでもなお執着が強いんで言わせてもらうとかじりつくように言わせてもらうと携帯はテレビ局がやっているように見えなくても今、さっきおっしゃるようにフュージョンだろ,何だろいろんなことが起きていて NHK の E テレで仕事をやらせてもらっているとテレビ朝日の系列企業の制作会社テレビ朝日のものしか使わなかったテレビ,局テレビ朝日が100%子会社にしているところがもうそうは言ってられなくて NHK の E テレの仕事を受けって。 作ってるんです懐かしいねっ,つって作れるわけですよいろんな政策会社かつての民放を見てるようなんですよいろんな政策会社が NHK は予算があるからいっぱい入ってくるわけですね、はい、でそれ考えると今度は僕はその民放のテレビ局のニュースに見えないんだけど民放の記者クラブにいて裏取りが得意な人たちが資産を持っている経験則をしっかり持ってる人たちが ネットでニュース出してるんだけどいやテレビがやってるつもりなんだけどっていうふるさとを背中に意識しながらやっててもいいと思うし、うん、テレビはそういう意味で何らかの形で遺伝子的に生き延びていってもらわなきゃ困るっていうのが僕はねすごく強くあるんですよもう食い下がるようで、うん、申し訳ないんだけど携帯としてもうねそうなるんですよっていうふうに先を見通す分析家の後藤さんに言われるとシュンとなるのは事実なんです。 ただ、う姿か、形を超えて、こう、生き延びていきたいな、というふうには思うんですよね。なくなっちゃいますか。いやいや、あの、その可能性があるかもしれないというところで、ご意見を伺いたかったわけなんですけど、えー、けもいやいや、意見なんか何も押されてますもん。<laughs> お父さん、そろそろ、あの、四五分になっちゃうんで、もし視聴者の、視聴者じゃない参加者の方から質問を受けるなら 2, 3、二三本二三本よろしいですかあ、ね、あ、もうでももう。う何かはい、何でも。それ ってすいません。本当申し訳ないです。ひどいですね。自分が帰るきっかけに皆さん何かありますかこの後は皆さんにお話せしますこの男、あの、YouTube から追放です。追放。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、会場から3つぐらい。手短にお願いしますね。はい、どうぞ。今日はありがとうございます。あの、私、百貨店で20年近く、 販売をやっているもものなんですけれどもあの今オンラインなどでもこう買い物できる中でそれこそ対面販売の,あの場に来ていただけるお客様ってやはり会話をこう楽しみにしてきてくださっている方って非常に多いんですがあの話すお話しされる時に思わずこう乗って話してしまう聞き手とはどういう 方なのかということと、あと逆に聞き手に回られる古立さんが聞き手に回られる際に何か大事にしていらっしゃるこう引き出すこうお話を引き出す何か大事にしていらっしゃることあれば教えていただきたいと思います。はい、あの 2> 今二つね、はい、質問きまして、え一社一問に限ってるんですよ。<laughs> <laughs> まずあの一問目で言うと。 僕はやっぱり対面の良さっていうのはもうなくなってほしくないなっていうことでね、うん、やっぱりさっきの気配に尽きると思うんですねだからあのついコミュニケーションスキルなんて言葉が応逸しすぎてコミュニケーションするまあ、会話以外もね言葉を使わないコミュニケーションもあるわけですけど、うん、コミュニケーションスキル技能みたいな話になるとどうしてもそれを磨いて磨いてみたいになるんだけども、うん、僕はまず言葉がある前に言葉を すごく感じよくお客様との対面販売で、あのー「これはですね」って商品説明する方のマニュアルに走りがちなところもあると思うんですけど何も言わない間が全てだと思うんですね。にこっと笑ってお客さん次第なんだからお客さんの腹一つ待ちますと一応説明は終わりましたっていう間とかまず商品説明に入る前に「商品説明いりませんか?」っていう間とかそういう表情とかが全てだと思いますね。 それででももう客はものすすごく乗って結果買うんですよ僕それヒント頂い,いたのは今もういらっしゃらないかもしれない何十年か前なんですけどもあの大阪に通天閣ってあるじゃないですか、はい、でっかいねあの通天閣の上の方であの通天閣の金色の通天閣の格好したあのお土産物よくありますよね昔テレビの上に置いてたりしたんですけど通天閣の置物そういうのを売店で売ってるおばあさんがいるんですよで 元日も大晦日も休まないんですよ。お客さんがいる限り。一年中売店を預かってて、その人がかっこいいのは、僕みたいにペラペラ喋んないんですよ。ニコッと笑って間を作ってくれて、家族連れで通天閣の置物を買うときって、通天閣の置物が欲しいんじゃないんですね。通天閣のいらないかもしれない、もしかしたらどっかでなくしちゃうかもしれないような無駄なものを買うという家族の幸せの確認作業をやってるわけですよ。 買っても買わなくてもいいんですよ。で、その時に買って買って、ね、こうてえなーってお,おばあちゃんに言われちゃうと、まあ行こうかってなっちゃうんですよ。で、ずっと待つんですよ。それで、やめようか、買おうか、やめようかっていう、先に行こうとした瞬間に、どうしますって言うんですよ。どうしますって言ったら足が止まって買うんですよ。もうこういう間合いが全てかなって思います。で、2問目に関して聞き手になる場合。 今日は後藤さんだから調子に乗ったんですね今日は僕は全然聞き手に慣れてなくて喋るだけ喋って泳がされてあとギャフンってやられたでしょ <laughs> これはこれで気持ちがいいことなんですけどやっぱり先輩にギャフンってやられる定番より年が下の人から教えられる方がなんとなく気持ちがいいじゃないですかだからそういうことで今日はちょっと邪道のパターンになってしまいましたけどやっぱり僕が聞き手ってなる場合はさっきの1問目と正反対になりますけど準備が9割だと思います 対話でも対談でもインタビューでも準備が9割そしてどれだけ準備した9割をこそげ落とせるかうん、うん、僕は実況の時もある種のインタビューだなと思ってたし報道ステーションで政治家の方とやるやる時のインタビューも党首討論の時もそうだと思ってたし準備しないと落ち着かないから本当に質問ができないんですよ消費税のここの部分をある程度消費税とはこういうもんだっていうふうにきっちり準備して持ってるから総理ここがわからないんですよ この5%から8%にするっていう意味のなんでこうなんですかって聞けるのは準備しててその準備したものを捨てて知ららないものを演じてるるかでででですす余裕で質問ができるんですよだからやっぱり、えー、聞き手になる時の一番大事なことはバカになるってことですバカを演じるってことですでバカを余裕で演じるためにはバカじゃないぐらい準備しなきゃいけないっていう面倒くさいなと思いますけどねそこなんだと思うんですよ 今日みたいに準備しないでくるとやられるんです <laughs> でも僕は今日やられに来たしやっぱり後藤さんに柔らかく包んでもらいたかったし僕がやっぱり昭和を生きてきたからどうしてもやっぱりテレビに対する思い入れがね強くてテレビって箱に対するね、うん、もう箱はもうなくなりつつありますよ。こうやってぐちゃぐちゃになるんですよって聞いて本当にそうだなって勉強するわけですけどこれが次の僕は聞き手になる時の準備ですね。後藤さんと 気配を感じながらやってもらったことがまた勉強になってさも3ヶ月ぐらいしたら俺の意見としてて言ってる可能性る <laughs> もうもう分かんなくなっちゃってんですよ、ね、誰から教わったかぐらいこれが大事でやっぱり準備だと思うんですね。準備ってもう準備することももちろん大変なんですけど、はい、同時にこう聞く時に捨てるその判断ってものすごく大事になってくると,思う、はい、というかそもちろんそっちの方が難しいような気がするんですけど。はい この例えばこう準備してるとこれ聞きたかったけども聞くのはやめた方がいいのかなってその瞬間で迷ったりとかあるいは全然思わぬ方向に話がいった時に準備したものをこう捨てるっていうのってある種勇気がいるというかリスクを取った判断だと思うんですその辺をこうまく回すなんか、はい、一言で言えないかもしれないですけどいいや言えますそれはもうずっと四十何年間喋りてやってきて失敗の嵐だったりさっきの放送もそうですけど、うんうん、失敗の嵐だったらやっぱり少しは勉強しますよね。 というのは今後藤さんが言った、えー、本当は用意してきたり準備してきたもので、それ単体で見たらいいんですよ。例えば靴屋さん行って靴買うときに、すごいイタリアの靴で綺麗でデザインも素晴らしくて、ちょっとレディースっぽくて、単体で見たら最高っつうとバカだから買うんですよ、僕は。サイズさえあれば。下手したらサイズちっちゃくて、歩けないって分かっても買っちゃうんですよ、バカみたいに。これ思いっきりでっかい木型突っ込んで拡張すればいいと思って。 で、買っちゃうんですよ。で、その後、サイズが合ってない以前に、似合わないっていうことをいて気づくわけですね。単体で見たものと全体が似合うかどうかっていうのは、全く別なものじゃないですか。だから、その失敗と同じで、僕は用意してきて、それ単体で見たらいい項目なんですよ。だから、それを、政治家さんとのインタビューでも、芸能界の大御所の方のかつてのインタビューでも、そういう時、用意して頭の中入って準備してる。聞いちゃうんですよ。流れと違うこと。 そこで失敗していいものも全然似合わないんです。その場に。その場に神様がいますから。今という神様が。だから何回も失敗して実況中継でもある。F1 の中継でも用意してきたフレーズがあるんですよ。いいの。う絶対受けるんですよ。ルネ・アルヌ。必ずブロックして。 オーバーテイク、ジャンアレッジが、キャン、アイルトンの背中抜いていこうとしてもうまいハンドリングで抜かせない。これを妖怪当選墓じじいと名付けたわけですよ、私は。ね。ねそんな若くなかったから。うん、それを言いたくてしょうがないんですよ、メモ書きしたの。それ <laughs> で、捨てる、準備してのを捨て,捨てられずに、妖怪当,べ当選墓じじい、試験員手前でってやって、その場にそぐわしくないんです。あ<ー>シリアスな場面だからそぐわしくないんです。うん、浮くんですよ。流れるんですよ。うん、そんなもう、 本当に流れていった言葉たち。はい、僕はフレーズ供養とか張り供養みたいにやんなきゃいけないと思う。うん、もう散々ダメだった言葉たち。<laughs> 使えなかった言葉たちよって感じなんですよ。その失敗の中で学んだのはもうただ一つ。うん、言いたくなった時。準備してるから言いたいんですよ。捨てらんないですよ。9割も準備してるから。で、そう言いたい時にグッとっ今はダメなのって必ず言葉で言い聞かすんです。<laughs> もう今っていいう神様がいるんで、うん、今はダメなのって「ステイ」っつって「ハウス」っつってそれで「え今そうおっしゃいましたけど、はい、僕はもう後藤さんに会ったらいろいろ言いたいことだってあった、うん、だけど後藤さんの表情を見てて後藤さんが肩すぼめた瞬間に言いたかったことを全部そこの場では捨てて後藤さんこう両肩すぼめるところがうまいんですよね最終的に相手をうまく包み込むんだからって <laughs> 予言したじゃないですか、うんね、あれは今の神様に従ったからなんですよ。 これがガチガチで行こうとしたら、ああ、そうですか、後藤さん。それで、私が言いたいのはねってなっちゃうじゃないですか。はい、だから、後藤さんが肩をすくめたというその一瞬を捉えて、絶対大事なんですよ。はい、それは最後俺がギャフンと言わされて、もうテレビの報道はなくなると思いますよというところに全部僕の中では繋がっていて、うん、やっぱり後藤さんが肩をすぼめていい気持ちにさせながら、最後は、 とど、えー、めを刺すっていう <laughs> そういう人だっていうことをどっか気配で感じるんですよだから肩の描写はせざるを得ないわけですね <laughs> ですだからそれと同じで今はダメなのって言い聞かせればいい<笑><笑>今のその 逆にちょっともう一回話戻っちゃうかもしれないですけど、はい、準備9割ででも今はダメなので準備したものが使えないことが続いてくると準備するのがこう無駄というかとろーになってくるような気もするんですがそれでもやっぱり準備はした方がいいってこともう絶対な,なんでしょうか。あのこれはですねあのインテリと呼ばれるためにっていう話につながるんですけど、うん、なんでインテリって僕に似合わないことを言うかっていうとあの森先生って有名な数学者がいてね森武先生って京都大学出身で。 古田さん、ん数学っていうのはファンタジーなんですよ。俺数学とか苦手だから、うん、もう本当に後藤さんみたいにトレーダー切ったはったの世界に詳しい人からするとなっちゃないんですけど数字弱いんですよだから最後まで森先生と雑誌の対談を長いことやらせてもらってた時期が昔あります。うん、もうお亡くなりになりましたけどで森先生は古舘さん数学ってファンタジーなんだよって今最後まで分かりません。うん、ただもう一つ、 あのさん本当森先生から学んだなと思うのは古谷さんね準備とは言なかった勉強とか大事なんですよ、うん、本読むことも大事なんですよって、うん、で人間というのは記憶する能力以上に人間の頭の中は忘れる能力,能力にたけてるんですよ、うん、忘れなきゃ頭おかしくなっちゃうんです絶対記憶を持ってる人がごくまれにいたりする、うん、歴史上絶対記憶の人って僕が取材を昔させてもらったロシアの人で。 大昔ですけれども、まだ旧ソ連の頃その人は、新聞記者だったんですけど、絶対記憶の持ち主なんですよ。サヴァン症候群とはまた違うんですけど、絶対記憶の持ち主で、例えばこういう場で、えー、後藤さんが絶対記憶の持ち主だとして、僕が司会者だとすると、アトランダムな数字がこう並んでて、450桁ぐらいまであるんですよ。で、後藤さんは、富樹さん。で、覚えましたっ、つって、 模造紙に書いてある450桁を僕が隠して後藤さんが再現するんですよ。で、僕はこうやって答え合わせする。合ってんですよ。でそれから25年四半世紀が過ぎて同じ場所に行くんですよ。でかつて25年前に来た人たちのがかなりの ai で座ってるんですよ。それで25年前にやった数字の配列を全部覚えてますか？はい、残念ながら覚えてます。苦しいですけど、必ずそういう風に。 数字でも文章でも言葉でも覚えたものは私は家の庭で焼くんです。焼いて忘れたいから。だけど残念ながら覚えてしまってます。嘘25年前っつって持ってんですよ。ちゃんとコピーしたもの。で、ここでやったら答え合わせ百5 0件、絵音150件だ。大正解。忘れられないんですね。で、これは特殊な能力というか一種の疾患だと思うんですけども人間は覚えることをどんどん覚えて忘れていくでしょ。 これが素晴らしいんだと思う。だから人生、今が大切だ、近未来に向かって生きていくっていう、人間固有の動物、他の動物にはなさそうな物語を生きてる。架空ですよね。うん、人類史上始まって以来、明日なんて経験したことはないんだから。何が先物相場だと。うん、後藤さんの世界で言えば何が為替だと。うん、だって明日なんて経験したこと誰もないでしょ明日になったら今になるから。明日になったら今日になるから。イメージの中に明日が存在してるわけですよね、近未来が。 人間は予報とか予想で生きてるわけじゃないですか。経済もそうだし。だから物語を生きてるんだと思うんですね。他の動物はそんなこと予想しないですよ。このキツネがウサギ食っちまったら、全部食っちゃったら、来年ウサギの繁殖がなくなっちゃってるから、餓死するから、ちょっと取っとこうかとか、市場の相場で調整しようかとかはしませんよね。食うだけ食ってキツネ繁殖するけど、次の年ダメですよね。 ウサギも草いっぱい食っちゃって次の土地ダメ。そんな今を生きてるんで人間だけが未来を生きてるとかいろいろあるじゃないですかこうやって喋ってるうちに何の話してるか忘れちゃったんですよ <laughs> で、忘れる能力の方が強いそれを森先生はこうカッパしたんですよ僕に古舘さん大いに本読んで勉強して準備,準備というのは勉強してでいろんなこと聞きかじって大いに忘れてくださいもう全部忘れます私もそうです全部忘れて忘れて忘れて 牛乳瓶の底みたいなところに、沈殿している何かがあって、たまに揺れたり、攪拌したりすると、その上粒みたいに上がってくる、しゃぶしゃぶの悪みたいの、これをインテリジェンスと言ってたんですよ。<ー>その国家機密じゃない方の、機密じゃない方のインテリと呼ぶって言ったんですよ。知性と呼ぶっていう方向に振ったんですよ。で僕はそういうのって大事だと思ってて、すべて忘れていたとしても、覚えたという行為とか、 準備したという行為は残滓として何かが鎮定するんですよ、うん、頭の中にそうすると忘れた時にアドリブという言葉名前に変えてバーンとアドリブだと思い込んでるけど5年前にとっくに忘れた言葉が組み合わさって出てくるんですよだから F1 の受給なんかそれで勝負してましただから用意して言いたかった妖怪当選法自治をずっと我慢して捨てることによってまた違う何かが3年後にポッと出てきたりする 形を変えてあの言葉の種類をちょっと変えてねだから発想だけは残ってるんですだからそれは僕は沈殿したものは忘れていくことは大いに大事にしてそれでも僕は勉強したわけですめちゃくちゃ勉強になりますあそこは同意してくれですかいやどう同意するかさっき潰しといてあげるこれをマッチポンプというさっきね手挙げてる方いました目が離かけた方はいお話ありがとうございます。 今のお話で少し出てたんですけども失敗のお話で、まあ、古田さん、その私も「報道ステーション」の視聴者だったんですけどもあの見ていた中の,そのいろいろアクセン苦等が聞けて大変面もしかったんですが古田さんの中でその「報道ステーション」内の失敗というかこれを言え,言えなかった言いたかったでも言えなかったもしくは失敗だと言えるようなことってどういったことがあるのかお伺いできたらなと思ったんですがそうです、ね、やっぱり、あのー、テレビ局もありがたいもんでねそのテレビ局 テレビ局の上層部からね、あれ言うなこれ言うなそういうことは一切ないんですよで、それは現場で夜ち朝がけで頑張ってる記者や、えー、番組のディレクターが自民党からこういうのが来てって謝んなきゃいけないけどどうしますと,すると番組があるいは僕が失敗して問題になっている謝るべきは謝るここは謝りませんというのを切り分けて アナウンサーの意気同運に言うあの門切り方嫌いなんですよということがありました。お詫びして訂正させていただきます。どこもお詫びしてないですよ。ねと出ておりましたが、正しくはということが言葉は正しかったです。大変失礼しました。お詫びして訂正します。本気で謝ってないですよね。で逃げ方ずるいんですよ、結構テレビも。ね。今は普通のパターン言いましたけど、 先ほど何々関連国会予算委員会関連のニュースで何々についての用語を間違えてお伝えをしてしまいました。正しくは今テロップに出ているこちらです。お詫びして訂正します。つまり間違った文言を恥ずかしいから言いたくないんですよね。だからそういうことで間違うこともあったし、いろんなことがあって失敗の連続です。で、その時にスタッフと真剣にもうケンケンごうゴごうやり合いながら、じゃあここは謝らない。 ということを正確に言うでここはしっかり謝る我々のミスだからってもうほんとギリギリまで文言を詰めて本番でニュース原稿を見てると思われるのは尺だからこうやってカメラ見据えてまた言葉が違っちゃってもいいもう自分のアドリブ力つまり忘れる力沈殿する力に頼るしかないからここの部分に関しては訂正するつもりは決して火に油を注ぐわけではありませんが、えー、私どもは訂正するつもりはありません。 なぜならば、こうこう、こういうプロセスの中でお伝えをしたまでだからです。しかしながら、一方で多くの方々に誤解を招く発言があったのは、この後のセンテンスです。ここだけを切り取ってみれば、絶対に間違っています。ここは本当にごめんなさいっ言って、人間らしく謝ろうと言うんですよ。そうすると今度はごめんなさいっ言うと、それが失敗なんですよ。報道番組なのに、 ちゃんと訂正しますとか、失礼しましたって言わないで、ごめんなさいとか、何こびてんだ、貴様。はい、こびておりますと。だって人間っぽく謝りたいんだもん、僕はと。もうそんなことの繰り返しでしたね。で、やっぱり決定的に今大人げなかったなと思うのは、2012年に、東日本大震災、原発事故から1年ということで、5時間半ぐらいのゴールデンタイム、プライムタイムで、 えー、夜7時ぐらいから「報道ステーションスペシャルで」で夜11時半ぐらいまでずっと、えー、特番組んで、えー、また三陸鉄道が、えー、止まってしまって鉄路が錆びついているところで、えー、小川彩香古舘一郎そして特別ゲストあの当時東日本大震災にずっと取材行ってでいろいろ寄付をしたりいろいろ頑張ってくれていた長渕剛。 まあ昔から知ってんですけども歌場の司会がで彼がどうしてもホステでやりたいっていうのがあってで彼をゲストに招いて一緒に取材を行って僕と彼でずっと行ってっていうことまあ小川彩香も行きましたけどでそういうので3人で立って最後は長渕剛がいと、えー、おしき人たち要するに震災で命を失った人たちの遺族の思いを歌うそういう場面で素晴らしい歌なの、ね「伊とおしき人たち」。 でそれを生で歌うんですね錆びついた線路の上ででずっといろんな取材やいろんなニュースを出しながらやって長渕剛の歌を聴いたで僕は感銘を受けたで残り3分ぐらいで僕が締めるっていう僕のワンショットだったんですよでその時にやっぱり気分が高ぶりました歌に刺激を受けましたさっきお話になってくれた「言いたいけど言えなかった」っていう自分の忸怩たる思いがいろいろあるじゃないですか はっきりここは物を言おうと自分のアドリブ力を信じてと思って長内さんに歌ってもらいました原発で大変なことになってるということも含めてこの楽曲の中にはいろんな思いが詰まっていると思います私はそこで思うんですもう明日ニュースキャスタークビになってもいいです日本には原子力村という村が存在します原子力作ってしまったお金を投下した投資を回収しなければいけないというビジネスの全く冷徹な 理理論ははわわかかりりまます。理屈はわかります。屈しかしこれだけ苦しんでる人がいた場合に原発村の人たち少しおとなしくしてもらってこの原発が廃炉に向けてどれだけのお金とそして人々を傷つけるかってことを今議論すべき時に来てんじゃないでしょうかってことやっちゃったんですよ。何が悪いかって口の歌が悪いってことですよね。<laughs> 私をそんなにさせてしまって本音トーク言っちゃったわけですよ。 これはテレビ局にご迷惑かけたと思いますよ、ね。そ、ね、はい。それはそうですよ。だそういう村があるじゃないですか。ご存知の通りね。日経新聞だって、古巣の日経新聞だって原発推進じゃないですか。作っちゃったもの東芝の小型原発何でもいいんですけど。とにかく作っちゃったものは回収しないとね。そこで地元の雇用も生んでるわけですから。でも僕はずっと原発の取材をそれなりにさせてもらってる中で、なんで女川原発はこんなに岬の林、森の多く、 に回り込んだまた奥分からないところにひっそりと作り地元の方々を多く雇用としてやし雇いということでやっているっていう良さもあるんだけどもなるべくなら見せないそして福島のあの事故福島の原発は全て東京の電力じゃないですか東京を24時間不夜城にするためのその電力なのに結果処理水のことだって汚染水とは言いません私はれいわ新選組じゃないから汚染水とは言いません処理水だと思って。 思いたいし思ってるしトリチウム以外に入ってても微量だろうと思いたいですだから処理水と思うんですけれどもやっぱり東京のためにああいうふうにやってやっていたフル稼働していたところであるならそんなに綺麗な処理水ならば東京湾から流してもいいだろうじゃあ神奈川や千葉の漁師さんに悪いって話に当然なの分かって例えで言ってますけどねだから僕は原発を動かす とということに関して原発は前時やめていくそしてじゃあ福島の廃炉が著についてないという問題を皆さん目を塞いでませんかっていうことも考えなきゃいけない。というふうに思いがあるのでもう今はねある程度冷静に言うべきことを言って遠慮がちに言えばいいんだっていうテクも覚えたけどその時はストレートに言っちゃったわけですよ。 あたかも圧力団体が存在するかね。いや、存在します。しますけども、だけどちょっとストレートに言い過ぎちゃったな。それはもういろんなとこからの圧力があっただろうな。だから具体的に来ないのは本当にテレビ局に感謝だったんだけど、ものすごい風圧がありました。その毎日打ち合わせやっててもね。本番なんかほんの一瞬であって、報道ステーション、毎日。もう打ち合わせに永遠に時間かけて、朝からニュース付けてやってましたから、もういろんな風圧を感じましたね。でも12年、 っったらやっぱそれ直接の原因でも何でもないですけどやっぱり結果僕は12年やって言葉が窮屈になってきてやめちゃいましたもんねでやっぱ無責任だったと思うけどやめちゃったしどっかに自分の喋り手としての本能として今後長くやっててもいいギャラもらってやっぱり費用対効果コスパも含めて俺でいいんだろうかでまたなんか恐れを知らず言いたくなったら言っちゃうっていう。 あの準備したものを捨てろって言いながら捨てきれないものを出しちゃうこういうアホなやつは切られんじゃないか切られる前に自分からやめとこうかってそういうズラズラすらありましたよね正直言っちゃうとだからそういう失敗だらけです失敗だらけもう本当にただそこはあのジャーナリズム出身じゃないので例えば亡くなられた筑紫哲也さんとかねそういう,こうジャーナリストじゃないので アナウンサー上がりなんで、スポーツ実況アナ上がりなんで、所詮素人で何が悪いのっていう感じで、どっか開き直ってやってたのもいいとこも悪いとこもあったかな。失敗も招いたけどもいいところもあったと思いたいですね。うん、2004年の4月5日に報道ステーションを始めたら、まだセットも間に合ってなくて、アトリウムっていうテレ朝の吹き抜けのロビーでやらせてもらったんですよ。うん、急遽セットを組んでね。その時の第一声、普通だったらこんばんは。 「ニュースステーション」から「報道ステーション」という番組にステーションがつながってますけれども「変わりました」えー「キャスターを務めます」とか言わなきゃいけないわけでしょ。何つったと思います開口一番自分なりに真面目に考えて言ったんですよ「こんばんは」も言わないで、えー「ニュースキャスターじゃありませんおいおいキャスターになっていくつもりですお願いします。 えまず最初のニュースってベラベ難した「<laughs> バラエティーじゃあるまいし」って意味わかんないんですけど「バラエティーじゃあるまいしこんばんは」の一言も言えない礼節がないのかニュース番組ってのは改まって見る改まった感性で見るものらしくバラエティーならいいらしいですよ「こんばんは」って言わなくてもねバラエティーじゃあるまいし「こんばんは」も言えねえのか そしてニュースキャスターになって初回からギャラ取るはずなのにニュースキャスターじゃありませんとアマチュア宣言いきなりのでおいおいなっていくっててめえすぐなれとめったにされましたそこから私洗礼受けました私はニュースの「火星法剣」と呼んでますその事件をもうこっから向いていかなきゃいけないと思ったわけですよ <laughs> でも3年間意地があってスポーツ実況アナとしてはですね「こんばんは」っていう定番言いたくないですよこの 今時天ぷらみたいな名前ありますね。テンプレですか？定型のこと、<laughs> わざと天ぷらていうところがあざといしつまんないでしょ。<laughs> テンプレみたいにこんばんは。ってすぐ9時50分になりました。報道ステーションです。と言いたくないですよ。うん、いきなり凄惨な殺人事件が第一項目ならもうこんばんは。もうお辞儀もしないで。 今映映像に映し出されておりますコンクリート詰めになってそして群馬の山中に埋められたという散々言われていた事件が新たな展開を迎えましたというふうにニュース原稿を見ないでやりたかったんで「うん、こんばんは」もう3年間もうずーっと来るんですよテレんもよく来られてくれと。なんとなく風圧でたまにディレクターとか こんんばは、そろそろろ言いませんか。<laughs> でまた1ヶ月ぐらいすると打ち合わせが終わってじゃあ本番まであと1時間しかないねっつってちょっととりあえず飯かきこんで本番やるかって言った時にトントンとて語ったった何もう終わったじゃん」「今日もこんばんは言わないですか?」もうしまいにはディレクターもかわいそう「雨混じりですけどこんばんは言いません?」「雨混じりだけど」多分俺に直で来ないですよ。いろんな で、3年間意地張ってこんばんは言わないで、それはスポーツ実況の流れで言うと、こんばんは言わないんですよ。プロレスの実況でも、うんね、昔は全国1,500万のプロレスファンの皆様、こんばんはとか言ってる時代あったんだけど、僕が実況を担当し始めて1970年あたりは、ポップでありたい。うん、その時代を捉えていたいとか生意気に思っていたんで、そういう時は先輩から授かったことでもあるんだけど、いきなり関係ないこと言うんですよ。こんばんは、プロレスファンの皆さん、こんばんはとか言わないで、リンクにパーッと明かりが灯っている。 そして、周りの観客、蔵前攻撃館に詰めかけた1万1,160人の観客は、暗がりの中にうごめいて鈴なりになっているとか言ったときに、第一声は、例えば、落日の闘魂は見たくない <laughs> おいさらばえても、年を食っても、猪木は猪木である。それが猪木信者の表れであります。ゆっくりと猪木花道を入場してまいりましたとか言って、 言言いたいたたたから言っていしれてしわけでですすようう生フルちねだからもう「<laughs> こんばんは」を言わないと3年やってたけどもうあんまりスタッフに申し訳ないんで3年経って「こんばんは」っつったんです <laughs> そしたら楽になりました <laughs> だから失敗の連続ですだって「ニュースキャスターじゃありません」って言っちゃうのはよくないですよね <laughs> はい、はい、<laughs> 14時58分 <laughs> もうディレクターの顔がもう呆然実質 <laughs> <laughs> いやそりゃそうですよね でもね、ね、はい、俺報道ション悔ししいんですす最後にしますから、ね、後藤さん <laughs> 皆さんねあの、えー、政治家来ようがゲスト来ようが「古田さん原稿読んでないですね」って言うんですよ <laughs> <僕>原稿読んでないじゃないですか下見てないじゃないですか <laughs> ニュースの振りでも受ける、はい、俺はいつでもそれやってるんですよ」って「いや違うん原稿っていうのはプロンプターってあるじゃないですかと」とカメラ目線取れて、うん、しっかりとニュース原稿が映し出される、うん、あれが捜査ミスの時に手前にはバックアップの 手書きの原原稿稿ががあると、まあね、パソコンで打った原稿があると、でその二段構えでやってるプロンプターを見てやってんのかと思いましたいやいや僕はカメラをのレンズ見て普通だったら今日国会で行われた予算委員会3日目において野党の質問に対し安倍総理はっていうふうに読んでるわけですよそれが嫌だからあの国会で予算を通さなきゃいけないっていうのは国会の役目の一つなわけですけどもでもね今日は予算のことを相変わらずやりません。 大揉めに揉めました見ていただきましょうとかいうふうにカジュアルにやってるつもりでやってたんですよでもみんな読んでると思うなぜか俺がすすすぎるんんででよ <laughs> 一切つまらないんですよだから原稿を読んでやがると思われてたんですよやっぱりタコが己の足が食らうがごとくペラペラやりゃいいってもんじゃないですねだから <laughs> あれでも実際はもう原稿は一応あってもほとんど実際は違うこといや僕がりとか全部書いて こういうい感じでやるってメモ書きを執行部に出して<ー>執行部がそれをなぜかやんなきゃいけないから仕事はワープロなりパソコンで打って俺にくれ俺にくれなくていいよ俺が出してんだからって <laughs> でも執行部は仕事なくなるからやっぱり必ずそれれを返ししてくれましたあのちゃんとプリントしてねだからこれは結構自慢なんですよ。だけど全然インナーの話で 全然誰も評価してくれないんですよ。うん、いや、でもやっぱりプロンプターであろうが字を読んでるのと頭とかこう心から出してる言葉って全然響き方違いますよね、やっぱりテレビ画面上であって。そうでありたかったからそうしたんですけど、ダメならさっきふざけて俺がうまいからだなんて半分本音で言いましたけど、うん、やっぱりさっきの肩すぼめじゃないけど、あの、ニュースの構えってあって、<ー>こういう感じでとか、うん、いやーっつって、いや、予算委員会でね、 <laughs> が大変なんですよ皆さんってやればあ読んでないあのカジュアルな振りをそれが嫌いな人は怒るしそういうのが嫌いじゃない人は面白がってくれるかもしれないだけどってやってるわけ手なんか意味もなく交差させてるわけですよこれがやっぱりニュースの構えで一時こんなことやってみたんですよ、うん、もう全然また非難合格だからネクタイしてこうやってるわけです、うん、だからどうしてもあのいくら言葉だけカジュアルにやっても あの小川彩香も苦労しましまた。はい、僕は自分でそれやってたんで<ー>小川がニュース,にあニュースの原稿執行部から出てきたニュース振りとか受けに、うん、こ,うこだわってしっかり線引っ張って頭に入れてるんですよ、うん、で覚えてこう見ながら一部カメラ目線一部見てってだから俺よく意地悪やりましたよってコマーシャル中に残りあと40秒って言ったらスッと飛 <laughs> いや、意地悪って本当に意地悪だったなんだことできるわけないじゃないですかやる動機がないですよ、はい、そうじゃなくて、はい、もう絶対生意気ですけど先輩はコーチのつもりでいたから今はすっかり成長されて俺のことを恨んでると思うけど、うん、あのコーチとしては沖合連れてって叩き落とすんですよ <laughs> うん、うん、ニュース原稿に関しては戸塚ヨットスクールありなんですよほ <laughs> いでガッと取ってで叩き落とすんですよおろおろするんですよ水飲むんですよそっ からカメラ目線に撮れるようになるんですよ。現行<ー>に支配されない。現行の主従関係の従者になっちゃいけないだ。だから撮って、自分の言葉で、もう頭入ってくから、俺は大丈夫。頭入ってるからとポンって CM 分けて、<laughs> ものすごい嫌そうな顔。国会の予算委員会が開かれた中に置いて、<laughs> 置いてとか言いながら、ちゃんと反芻して喋って。<laughs> な、ほら、できたろって言っても、ちょっと苦虫噛み潰しても。それ何回かやりました。相当根に持ってる。<laughs> <laughs> でもね、やっぱそれ大事なんですよ。僕もそれ先輩からやられて、それをそのまま踏襲するのは失礼なんだけど、うん、時代が違う、民主化の時代だ、人権の問題だってなるんだけど、うん、僕はやっぱそれで勉強したっていうのがあるから、毎回じゃ失礼だけど、たまにやりましたね。うん、僕はそうやって、だからほらよく言うでしょ。体罰ダメ、暴力ダメですよ。特にこの時代ダメですよ。全くダメだけど、体で覚えるんだ。頭で原骨で殴られると体で覚えたって言うじゃないですか。あれ体で覚えてない。体覚えてるわけないんだから。 脳の無意識能と意識能の連携において覚えたわけですよ。百の万の言葉よりも、万の言葉よりも。一回の体罰の痛みで、スッと体が動けるようになる。だから、大会の運動部はいけないですよ、その暴力は。いけないけど、それで覚えたっていう歴史もあるんですよ。だから、僕は小川彩香に対して失礼だけど、いい面もあるんで、毎回はできないけど、それやりましたね。だって、育ってもらわないと困るから、ね。うん で俺辞めて富川と小川でやってたけどまあ折り合いが悪かったのかなんかわかんないけど <laughs> まあ知ってることは知ってますよだけど言うとまた小川が電話かつきで怒るから本当に怒るんだよ彼女勝ち気で、まあ、こういうこと言うとまた怒るんですよ。今回も言ってくださいましたみたいなショートメールが来るんですよ怖いから言いませんけど折り合いが良かったか悪かったかは知らないけど結果ポンってやめたじゃないですか。 俺だって少し役に立ってんだろうとい言いたいわけでしょ今となっては古田さんに感謝されてるかもしれない今度もしお会いしたら聞いてみます半々 <laughs> だとか言うと思いますよ <laughs> だけどすごいですね彼女も放ーててでいろんな思いがあってあのアベマの方に行ったのかなニュース、ね、そうですねアベマやってらっしゃいました、ね、でいろいろ不満とかあったんだ本人は絶対否定すると思うけど、うん、僕の勝手な想像だけどストーンとやめていきなり2-3じゃないですかほいでなんか今セット変わったけど なんか、金色に光り輝くパイプオルガンの、パイプみたいなのが、うわーっとこう曲線上にある、とてもニュース番組とは思えない。俺、サグラダ・ファミリアが完成したのかと思いました。<laughs> こんなパイプ、<laughs> 何気取ってやってんだみたいな。サカナクションの山口さんがなんかゲストでやっててで。それ見てびっくりしたけど、でも、よくぞ決断しましたよね。すごいっすよね。うん、いや、だからやっぱりそういう意味じゃ悪いことしたけども、 少しは悪くない部分もあるんだってのが分かってもらえたら幸いですけどね。本当、すみません、長谷さん、はい。スタッフがライブバタバタしてる、ね、<laughs> 高橋さんはね、<laughs> 高橋さんいなくなってからいい感じの話出ましたよね。<laughs> ね、そんなもんですよ。<laughs> いや、でも本当ありがとうございます。もう二時間近くですよね。あ、ありがとう。もう後藤さんに会えて本当嬉しい。<laughs> で、本当勉強になったし、これは沈殿で浮上するって話じゃなくて、もろ覚えましたから。もうテレビだ、YouTube だって、 区分けして言葉で分けてることがナンセンスだっていうことものすごく今入りましたありがとうございます僕は古かったありがとうございます勉強になりましたあの高橋さんまあ、退職されて半年余りで私1年半ぐらいなんですけどもまあ2人とも 伝統的なメディアにいて今いろいろそれこそあんまり規制の枠組みにとらわれずバタバタやってるっていうところなんですねでまど、あ、古田さんからするともう一つ世代たぐらいのもうペーペーみたいな形なんですけど,どももう古田さんそのこれだけテレビでもうそれこそもう実況から司会から放送のキャスターまでやられてまあ、テレビのもういろんな数うなところを歩んでこられた上で今 YouTube でもこうチャレンジしてらっしゃるっていうのがすごくかっ っいいんですよね、こう、こういう言い方するのがおこがましいんですよ、ね。さっき大しゃべる場が欲しくて言ったらいいなんですけね。<laughs> はい、もう、あの、もうすぐ七十歳にもなられるということで、はい、その中でも、こう、新しいものにチャレンジして。こういう、なんか、あの、子供のような年齢の、我々の話も、こう、フラットに聞いてくださるっていうのは。なんか、すごい、なんか、うん、本当にかっこいいというか。いや、だから、あの、うん、無理なアンチエイジングは。うんえー、宇宙の摂理に反していると思う。うん、やっぱ、お釈迦様が言ったようにね、生老病死、生まれておいて、山にかって死んでいく。 これが人間の心理でで。すと、お釈迦様は説いたわけでだから僕はそれはあの喋る老害と言われても喋っていたいとは思ってるんですけど反面心とか感受性がねアンチエイジングで若々しくないと終わりだなと思うだから後藤さんがね言ってくれた古田さんもうそういう考えは古いとは言わなかったけどもう融合しちゃってるじゃないですかであるいはテレビの報道っていうのはもう NHK だけになるんじゃないんですかって僕からすると悲観するようなことを言ってくれたことをちゃんと咀嚼して自分のものとして一つのアングルを設定しておかないと感受性として若々しさがなくなると本当の悪い老眼になる。僕、いい老眼は3690万人ですかもうとにかくもっともっと増えていくわけですね。65歳以上の僕らのような高齢者が。で、高齢化社会であることは否めないわけで、そこにおいてやっぱり 感受性が若々しくあることでそれ以外は老害と言われても平気でいられること若い人のためにならないんだったら年寄り同士のためになる年寄りで元気がない人のためになれるかもしれないから元気なうちにそういうふうな感性のアンチエイジングを求めようと思ってるんですよ喋れてり手人生を全うするためにはねだからこういう後藤さんの場にも出させてもらって話し聞くと勉強になるんですよ。だかかからららやっっぱり外見から入るるところってあるから 俺、たまにエステとか行って、顔のリフトアップとかするんですよ。これ、ね、がね、いい年してね、恥ずかしいわと思うんですけど、昭和を生きてきた人間としたら男と女は分けましたから。今は別にね、ユニセックスでいいのかもしれないけど。で、リフトアップしても広角下がるんですよ。やっぱ年だから当たり前ですよね、これが説理なんだ。で、これを止めようとして、リフトアップとかしたりするんですよ。だからこのまま放っとくと、もっと若々くしくありたいと思ったら俺、俺整形する可能性出てくる。<laughs> ヒアルロンさんとか入れてパンパンになってご期待ください。<laughs> <laughs> 気持ち悪いこいつってヒアルロンさんでパンパンになってモザイクかけてもらって声だけ喋るってこれが僕の理想ですね。す素晴らしい。<laughs> いやでも私もちょっと高橋さんも日々アップデートしていこうと思ってますし、はい、古田さんも本当一年二年先には考え方もお顔もアップデートされてるかもしれないです。<laughs> はい。もうちょっとヒアルロンさんと。 アンンチエイジング頑張ろうかなと思っていやもうほんとそうして外形から自分を盛り立ててそして中身の一番大事な、えー、アンチエイジング感受性を持ってないと、うん、本当とダメだと思うんですよねもう今日もそういう老害が一つ露呈してテレビと YouTube を分けて語ってたことがうわーっと混ざったんで本当に嬉しいいやありがとうございますまた1年2年経てば話すテーマも、うん、ガラッと変わってるかもしれないので。うん チャンスあればまた。寂しいですよ。一年二年って言われちゃう。あと六ヶ月後ぐらいって言って欲しかった。一年二年ってことはもう二度と呼ばねえって。そんな大忙しいから半年後なんてとても声掛けできない。私は定期的に出たいぐらいですよ。この空間が本当に心地よかったさ、ありがとうございます。そして勉強になります。皆さん本当に長い時間すみませんでした本当に。ありがとうございます。役者で本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 チャンネルをですね、作りました。五十でやめて、医者になるってどういうこと。五、は、十、いはい、歳の頃に見えたんです。自分の先が。百時間ぐらいかけないと、全貌がつかめないのではないか。か好奇心を発露させて、楽しむための仕組みとして、人間がいろいろと試行錯誤していたら。ひろきさん、渡部さん、あの伝統芸能見たいですよね。いただきます。うん。新ファンタスティック未来。 新番組ですよねはい、はい、新しい日銀の話って専門的になりがちなので柔らかく多くの人にわかりやすくしつつもそういう決定版みたいな番組になるかなと画さえ打たなかったら具体的に攻め込んでくるような戦略とかないわけじゃないですかそんなことないそういうことないあそういうことないんですかいやだからその僕って人間が人間らしいのっていうのはバカなことをするらって思ってるんですよねあ高原 <laughs> さん来たああ しますいやいやくなりたいた正論言ったらえたくないね、うんえー、リハックではですね、えー、サブスクのまったりリハックという、えー、サイトもやっております、えー、こちらはですね、えー、無題とか、えー、リハックスとか経済とかの森の、えー、格屋トークとかマッハトークみたいなものも、えー、たまにちょこちょこ配信したりしてますなんか本編だけ見なんかちょこっとしたちょこっとしたちょこっ,っとした話を、えー、したり意、うん、外とそこが面白かったで あと生配信とか、ね、たまにやったりしてますんで、えー、皆さんともライブに会えたりしながらお話をさせていただくという私、非常に楽しみにさせていただいております、本当に、えー、まあ、全然登録した方も大丈夫ですしちらっと登録していた方は、ね、登録してみてください。引、えー、きき、続よろししくお願いします。<music>